さあ、やってまいりました。地下1階漫画コーナーでございます。すごい！ドン！すげえ！マジですごーい。ブックマ！見て、人が誰もいない。それが一番すごい。叫んでも怒られないんだろうな。ちょっと自撮りしよう。なるほどね。あー、読んだこと、あー、これめっちゃ好きやった。からかい上手の高木さん。これ、何も考えずに読める。ね、子供バージョンも出てますよね、二人の娘。面白い。ランマ二分の一とかもある。え、でもなんかランマ二分の一見たこと、あ、そんなことないわ、ランマ二分の一やったわ。これ何？疲れた時に読む海外旅行日記。あー、いい。今の時いいかもな。あ、これ大好き。中から舞妓になるべく京都に出て、みたいな。舞妓になりたかったけど、まさかのご飯作る係になるんかーいっていう本。これ大好きです。面白いです。読んでます。すごいなぁ。いっぱいある。あ、これ知ってる私、これ。ポップって言うねんで、これ。何知ってるこれ。これ。でも、ブックマちゃん見てる人は知ってるやろうけど、知ってなかったら変やろうけど、ポップって言うんですよ。店員さんが書くんですよ。それ以外何も知らへん。これもなんかほんまに手書きで書いてるらしいで。うん、お一人様1セットでお願いします。東京リベンジャーズすげえなぁ。あー、本当に人いない。ワールドトリガーや。なんかこうやって見ると、私いつも漫画担当してるけど、ブックマちゃんでそう、勝手に漫画担当になってんねんけど、嬉しいんだけど言うてんねんけど、自分でなんか結構読んでないつもりやったけど、自分の中で割としっかり読んでんねんなって思った。これ何？傷だらけのピアノソナタ。なんだこれ、初めて見た。面白そう。でもやっぱ時たまやっぱ知らん漫画あるね。第3巻まで出てる。ってことは始まったばっかりなんかな。ここはジャンプコミックですな。ジャンプコミック多い。めっちゃ多い。すごい。すごーい。ブックマ。さあ、まだまだ見ていくぞ。好きな人が近すぎる。青の箱。面白そう。君のおかげだよ。そんなことないです。ありがとうございます。すみません。あ、これ読んだ、これ読んだ。これこれこれ。そうそう、動物、天地創造デザイン部。読んだ読んだ。面白かった。これマジで面白かった。こうやって動物できてんのかなって勝手に想像してた。これ面白いよね。あ、これもう大好き。汗と石鹸。読んだ。ここに漫画貼ってある。楽しい。私結構読んでるんですって言いたくなる。これは何？鳥版って何？何これ？ファンタジーみたいな漫画。怪奇ミステリースみたいな場面もあって。日常はエンターテイメントって書いてある。これ何？どういうことこれ？鳥版。一巻どこにあるんこれ。私が見つけたん23巻からや。どこにあるんだろう。めっちゃ見たい。これ面白そう。私これ今日めっちゃ買えるんかも。5000円まで。そんな買っていいの。なんかでもあれかも、私が勝手に読んでるだけで、ブックマちゃんに紹介してる本があまりにも少なすぎたかも。漫画に関してはちょっと悔しいな。やっぱちょっとね、中根スワマが強いんですよ。で、悪にはもうね、クソ強いじゃないですか。そうなんです。あいつら本当にもう、なんかいい本持ってきやがるし、つい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 いろんなもの見ちゃうんですよね。ここら辺、うちらゾーンじゃん。ちとか、推しの子とか。うちらゾーン。女の園の星じゃないですか。大好きです、私。ここら辺でようやく私たち来られた。早々のフリーレンも入ってる。これちょっと私担当なんで、ありがとうございます。ブックマ、漫画切り取ってポップアップしてるのかわいいな。私これ紹介したいんですよ。これ OK もらえるのかな。これめっちゃ紹介したい。これ今アニメ放送してるし、これいいな。これにしよっかな。あ、スパイファミリーや。楽しい。永遠に見れる。ダメダメよ。あ、これもプロミスシンデレラも美味しいし、週末のワルキューレも面白いですよね。すっごい楽しい。何これ？期待か絶望か。
信じていた、信じていたかった。おもろそう、これ。これ何？フェス山ポピーさんの女の体を許すまで。トランスジェンダーの著者が意気揚々と向かっていたアシスタント現場で直面した出来事。オンラインイベントあるんだ。気になるなぁ。面白そう。働かない二人ね。これもすごい面白い漫画なんで。今度見てください。でもどうしよう。この中で何選ぼっかな。フィリピンではしゃぐって何？英語力ゼロのイラストレーターが留学したから学んだ。いやーどこだ。めっちゃいいじゃん。ブックマ。あれ、ちょっと待って。さっきまでいたスタッフさんがいないんだけど。どこに行ったの？置いて行ったの私を。もうあいつは勝手に一人で喋るから大丈夫だろ、みたいなテンションってこと？信頼されすぎだろ。あ、こっちにもあるじゃん。アフタヌーンとかのやつ。待って。こっちにもあったの？ちょっと待って。あ、血の輪立ちね。これすっごい面白いですよ。これも、いやもう、どんな話ってなっちゃうから、ちょっとそれは調べてください。あ、ポンコツポンコだ。ポンコツポンコも面白いよ。ロボットなの、この子。ポンコツだからポンコって呼ばれてる。これめっちゃ面白そう。太陽と月と鋼。綺麗。面白い。何これ。すっごい綺麗。生真面目姫と文房具王子。文房具好き。面白そう。ブックマ。星先生がいっぱいいる。待って。さっきさらって流しちゃってたけど。宇宙兄弟だ。すごーい。面白い。見ちゃう。こりゃいいぜ。ハルタ、ビーム、サブカルコミック。サブカルコミックなんだ。なるほど、サブカルコミックジャンル。確かに。金曜日当たり得るとか。めっちゃいいな。なにこれ？天城ゆい子の角と愛。なにこれ？チャーミングのおめるセンス、意志を持ったパース。あ、かわいい！おもろそう、これ。なにこれ？日本語ラップのビーコちゃん。ラップが今日本で最もまともな音楽よって書いてある。やばい。これすっごい表紙買いしちゃう。絵で見ちゃう。絵ですっごい見ちゃう。その選び方もいいな。その選考いいな。よし。もう、本も選んだし。こっちになると少女になるの？わー、楽しそう。学生の時本当に好きだった。めちゃくちゃ読んでたのに。いつの間にか少年とかになったよね。変わった。何なんだろうね、変わるきっかけ。てか、すっごい、もう、絵でいっぱい。絵まみれ。だいぶ選べたので、ちょっと小説コーナーも見ていきたいかなと思います。まあ、アクニャンとスアマがね、私がいなくなったら、寂しがるだろう。いいやつだな。ジュンクドヒロ。文庫本とか新書コーナー3階か。3階に行きます。入り口もいいのよ。じゃあね。行くね。バイバーイ。よいしょ。選んだ漫画面白いって言ってもらえるかな？言ってもらいたいな。言ってもらいたいな。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。あ、声が聞こえる人の。高校生だったなと、一人で喋ってるのに。あそこ。なんかね、サーマがいます。あ、知ってます。このシリーズとか言って。カメラに向かって語りかけてます。あれが中根サーマです。5000人以内で本をバカほど今選んでおります。黙って私も選んでいこう。重そう。小説どうしようかな。あ、星新一さんだ。
私ブックマちゃんで読む機会を得て、そっから初めてこう星新一さんのショートショートを読むようになったんですよ。なんて面白いんだと思って、ちょっとなんか普通に星新一さんのことを知りたいから普通に買っていくっていうのはいいな。恋人の技術ですよ。初めてさんまちゃんが来てくれた時に教えてくれた本だと思う。めっちゃ覚えてる。ちなみに私ん家に今でもずっとある。それを返すやって話をな。私もそう思って。なんかさ、出だしすごいでかい声だったの静かだから。宿泊してるのかなと思って。違うよ。スワマにちょっかいかけようとしたら、絶対聞こえてるだろうにガン無視して。だから私もさっき言ったら、なんか、進行された。そう、しかもさ、なんかさ、アクニャンは話しかけてくれたのに、スワマはもうダイナリーイコール本なんだろうな。わしのことなんかもう目にも見てくれなかった。目にもくれないで合ってる？目にも見てくれない？目にもくれない？目にも見てくれない？目にも止めない？どれが正解？どれが正解？ブックマ！マジでどうしよう。なにこれ？昭和レトロカチャ。最強コレクション。なになにこれ、なにこれ、なに？楽しいこの図鑑。でも絶対これ伝わんない。これ絶対。絶対に、あれ、もう昼下がりの放課後とかに話すやつ。昼下がりの放課後っていつ？放課後は夕方よ。皆さん時間です。やだ。はい。はい。帰ってきたよ。レモニューボーイって何でしたっけ？で、こう、急にこうやって喋るから、ラックにはもうサムちゃんびっくりするんだ。はい。どれだけ広いか、どれだけ絵でいっぱい溢れてるかっていうの